こんにちは、ゆっくり霊夢です。こんにちは、ゆっくり魔理沙です。昭和軍閥史、第5回です。前回の解説では、橋本金五郎中心とした桜会の結成過程をお話しした。今回の解説では、桜会が計画したクーデター事件、3月事件についてお話ししていきたいと思う。あれ、満州事変は？すみません、前回ゴリゴリに予告してたけど、やっぱり3月事件の解説は必要かなと思いまして。というわけで、多少時系列前後する部分もありますが、今回は3月事件解説会となります。どうかご容赦ください。それでは本題に入っていくぜ。1931年1月13日、杉山はじめ陸軍次官をはじめ小磯国明、立川義次らうガキ系軍人の集う陸将官邸において、橋本らのクーデター計画が説明された。この時説明された計画の概要は次の通りである。計画の概要は、大川襲名らが議会を混乱に陥れるからそれに乗じて戒厳令を施行し、うがき内閣を樹立する、というものであり、その後橋本らが重藤氏中長をも含め、2月7日に重藤宅で立案した構想は、騒乱の極点をうまく捉えて、当時のうがきが宮中に施行、事態収拾と国政革新のご加盟を受ける、というものであったらしい。クーデターの決行日は、第59議会における労働法案条例の日である、3月20日頃に予定された。当日は日比谷公園で検討大会を開き、そこに多数の浪人を入場させる。そして大会終了後、彼らを警視庁に乱入させるというのである。また一方では大川襲名が浪人や大衆約1万名を動員し、議会に向けてデモを実施する計画となっていた。同時に第一師団の部隊を用いて議場を包囲、武器には威嚇用の義砲弾を使用することとされたぜ。ちなみにこの義砲弾は立川義次の紹介で、橋本金五郎が千葉の歩兵学校から調達したものであったという。これまたすごい話だわね。桜会側の目標は、宇垣一成陸将を総理大臣に据えることだった。現地では軍と大衆が議事堂を包囲する中、軍首脳の数人が議場に赴きクーデターを告げる。そして、内閣を総辞職させるのだ。で、次期首相の大名がうがきに下ると、でもうがきってそんなに期待されてたのかしら。前回までの動画を振り返ってみれば、確かにうがき罰の勢いが凄まじいものだったことはわかるけど、いきなり次期首相ってのはちょっと行き過ぎじゃないかしら。うむ。それではここで、1931年3月時の、陸軍上層部の構成をおさらいしておこう。当時の陸軍を束ねていたのは、もちろん言うまでもなく陸将のうがき一成である。彼は長州閥を排除して、自身の派閥である、うがき閥を作り上げ、自らの腹心を積極的に軍上層部へ登用していたぜ。例えば陸将と並び、陸軍における統帥部のトップである参謀総長の座には金谷半蔵がついていた。金谷は陸士5期の大分出身者であり、いわゆる大分、騎兵系に類される人物である。そういえば大分出身者って、陸軍中央の中でも特殊な立ち位置にあったわよね。ああ。少し話はそれるが、当時の陸軍にはうがき罰の対抗派閥として上原罰、すなわち九州罰という派閥が存在していた。この九州罰は基本的に大分以外の九州出身者が中心となって構成されており、九州引く大分罰とも称されたりする。このように大分系の軍人は、薩摩の上原優作を中心とした九州系とは距離を置く存在であったのだ。こうした背景の中、大分系の軍人の内川井美佐夫、鈴木総六、金谷半蔵、南次郎、和田亀次らはうがき罰に属すると見られていたぜ。まあつまりだな。大分系の全員がうがき罰に属していたわけではなく、南や金谷などうがきと近しい関係にある人物がうがき系に属していた、と考えてもらえればいい。大分系のような、うがき直系でないうがき罰軍人は、二次系、と呼ばれたりもする。3月事件直後、うがきの後継として陸将就任を果たす南次郎も、大分出身の二次系うがき罰軍人と見ることができるぜ。さて、お次に陸軍中央の中堅官僚を見ていこう。参謀次長の二宮春重、陸軍次官の杉山はじめ、陸軍省軍務局長の小磯国明、参謀本部第二部長の立川義次、これら陸軍中央の次長、局長、部長職を握る4人の官僚は、うがき第二軍政時代に直接任用されたうがき直系の軍人たちである。彼らは、うがき四天王、と呼ばれ、まさにうがき罰の中核をなす人物であった。以上のように、陸軍上層部の主要ポストはその多くがうがき系軍人に占められていたのである。そして3月事件のクーデター計画には、先ほどのうがき四天王が中心となり関わっていたのだ。田中あずさ氏の論説、いわゆる3月事件について、では、3月事件当時のうがきをめぐる情勢について次のように説明されている。
この計画が成功した暁に飛翔に犠せられていた時の陸将宇垣は、上原優作すでに追い、田中義一亡き後の陸軍切手の実力者で、その異例まさに飛ぶ鳥を落とすほどであった。またその頃、政党側にもこの時局をうまく乗り切って精神な政治を行う指導者がなく、宇垣こそは時局を担当するホープだと考えられるようになった。そして、田中義一に次いで宇垣も政党入りするのではないかという噂があり、特に民政党では党を二分してもう宇垣を担ごうという声が起こっていたという。実力者であり、政治的野心を持つ宇垣らしい噂であった。宇垣は陸軍軍人にしては珍しく政党政治家からの評価の高い人物であり、また宇垣自身も政界入りを望んでいた節も見受けられる。まあ実のところ宇垣は大の政党政治家嫌いといった側面も持ち合わせており、この辺が彼のよくわからないところではあるんだが、ともかく彼は政党側からも期待される人物であった事実に変わりはない。さてお次に、3月事件計画における無産政党の役割について軽く触れておこう。実派3月のクーデター計画案には、事前偵察のための予行演習に関する計画も記載されていた。その内容は、社会民衆党、労農党、全国大衆党の連合による内閣球団演説会を日比谷で開き、議会にデモを行って、決行の際の偵察を行うといったものであったぜ。この予行演習は実際に行われ、首謀者の橋本はその様子を視察していた。また本番で実行する予定だった大衆約1万人の動員も、無産党を中心とする人員を想定していたのである。無産党って要は左派勢力でしょ。桜会のような極めてファシズム的な集団の計画に協力するのも、少し妙な感じがするわね。この点について、畑井久彦氏の軍ファシズム運動史、では次のように語られている。彼らが3月事件の計画にどの程度深入りしていたかは、はっきりつかめないが、菅波三郎告発書が記すように、亀井、麻生、平野力蔵らが、かなりのデモ資金を受け取っていたのに気乗りしなかったというのはともかく、亀井が最も深入りしていたのは間違いないようで、重役、ともかく、3月事件の予備デモには株は別として亀井が参加して負傷しているし、麻生も深入りはしなかったとはいえ同調的な態度も見せているので、この時代にはファシストの一翼として機能し始めていたと見て良いのではないだろうか。亀井とは社会民衆党の亀井寛一郎のことである。また麻生とは全国大衆党の麻生久志のことであり、両人は議会デモへの協力を呼びかけられていた。こうした無産党の転換は、復古、革新という左派勢力の生存戦略とも捉えることができるだろう。天皇を頂点とした日本の国体は認めつつ、社会システムの変革を目指していくという理論は、一部将校らの国家観にも共通するところが見受けられると感じるんだぜ。クーデター計画の協力者は他にも存在した。名門尾張徳川家の19代当主徳川義親は、大川らの運動に理解を示しており、運動資金として20万円の資金提供を行っていたぜ。また計画案にて直筆書に指名されていた宇垣陸将も、この時ある程度クーデターに同調していた節が見受けられる。宇垣は1931年の1月から2月頃、計画の中心人物である大川襲名と会談を行っていたのだ。この時宇垣が計画に同調したという確たる証拠はないものの、大川派宇垣の様子から政権担当の決心を確信するようになったという。しかしながらこのクーデター計画案には宇垣首相就任以降の具体的な建設案もなく、実際のところ極めてずさんな計画案だったと言わざるを得ない。またクーデターの噂は陸軍部内に広まっており、計画の危険性だけでなく稚拙さも多くの人の知るところとなり、陸軍省や参謀本部だけでなく、桜会の内部にすら反対する者が現れ始めた。例えば陸軍省の永田鉄山軍事課長、岡村康次補任課長、鈴木定一中佐。彼ら一席会計の軍人たちはこの計画内容が明らかになるにつれ、強い反対を表明するようになっていった。また正木仁三郎中将、小畑敏郎大佐、山岡重敦大佐らも、クーデターの絶対反対を唱えていたぜ。小畑、山岡は永田らと同じく一席会計の軍人であり、また正木派が奇抜に対抗する上原系で、加えて一席会の担ぎ上げる三将軍の一人であった。この正木、小畑、山岡の三人は、後に行動派と呼ばれる派閥を形成することとなるのだが、3月事件当時は一席会計と上原系の枠組みにあり、両者は共に反宇垣の姿勢から距離を近めつつあったんだぜ。そして決定打となったのが、宇垣による計画中止命令であった。もともと計画案の目標が宇垣を直筆書にすることなのだから、その党の本人から中止を命令されてしまえば、もはや決行のしようがない。こうして3月のクーデターは未遂に終わったのね。いや、中止命令を受けてもなお、大川らは密かに計画を決行しようと考えていたんだ。宇垣四天王の一人であり、参謀本部第二部長の立川も計画実行の気持ちがあったという、もちろん桜会の橋金も同様であった。
準備も相当進んでいる状態であったし、何より橋本をはじめとした中心グループはこの計画にものすごく熱を上げていたんだ。そんなに血気盛んな状態だったのね。でも結局最終的には中止したんでしょ？一体どんな心変わりがあったのかしら。先ほど少し触れた、尾張徳川家の徳川義親が説得に動いたんだ。徳川は計画に必要な資金を援助してくれる、いわばスポンサーの立場にあった。名門徳川家の当主ということも相まって、大川らは徳川を非常に尊敬していた。そんな徳川の必死の説得により、大川らはようやく計画中止を決断したのであった。この時大川らは涙を流して抱き合ったという。こうして計画は未遂に終わったのだが、この3月事件は後の陸軍に大きな問題を残すこととなる。まず第一に、このクーデター計画の存在は陸軍内部の多くの人間が知るところであったが、首謀者たちは誰一人として処罰されなかった。加えて軍首脳部が計画に公然と加担していたことも相まって、今後青年将校らの国家改造運動にさらなる拍車がかかることとなってしまったのだ。宇垣の関与に関しては不鮮明な点が多く残るが、少なくとも小磯や二宮、立川といった陸軍上層部がクーデター計画に加担し、その上首謀者に何の処分も下らなかったという事実は、今後の陸軍史に大きな影響を及ぼしたと言っても過言ではないだろう。また小磯や立川といった宇垣系が最終的に結構へ舵を切らなかったこと、長田ら一席会計将校が計画反対の姿勢を見せたことは、下級将校らに大きな失望を与えた。結果として、軍中央の革新派と下級将校の間は大きく分断されていくこととなる。特に長田ら一席会は、今後もクーデターなどの非合法手段に対して断固反対の姿勢を取り続けるのだが、その姿勢が青年将校運動にさらなる拍車をかけるという悪循環にもつながることとなるんだ。陸軍派閥構想の観点から見ても、3月事件は軍中央にある程度の変化をもたらしたぜ。事件から1ヶ月後、宇垣は自身の後継に南次郎を据えて中央を去った。もちろん南は宇垣閥の一員であるし、依然として上層部は宇垣閥一色であったのだが、それでも3月事件を契機として、宇垣の信用は確かに失墜したのである。このように、宇垣閥排除の機運は確実に高まりつつあったんだ。いよいよ宇垣閥の転嫁も怪しくなってきたわね。こうして陸軍内部に動揺を与えた3月事件。宇垣が去った後の陸軍中央は、南次郎陸軍大臣と金谷半蔵参謀総長という、宇垣の意思を継ぐ二人をトップとした体制へ移行した。依然勢力を保持し続ける宇垣閥。しかしその中で、宇垣閥排除を目論む長田ら一席会は着実に軍中央へと進出を果たしていたぜ。この時期の一席会の動向については前回動画を参照していただきたい。宇垣閥と一席会、そして一席会の擁立する正木ら三将軍。それぞれの派閥が複雑に入り乱れる中、陸軍の派閥構想は満州事変を契機として新たな転換を迎えることとなるのである。というわけで、次回は本当に満州事変解説に入ります。それでは、バイ。